はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15続きやっていこう。前回はこの遺跡でミスリル鉱石探すために帝国の準将アラネアがパーティーに参加してくれて、結構深かったけどなんとか手に入れて、でも夜が明けて船で送ってくれるって言うんだけど、もうここまで来ると信じきって大丈夫なのか、ご好意に甘えて。もう朝になっちゃったしね、休まなくていいか。レスタルムに行くんだって。じゃあそこまででいいね。ああ、よし、準備はできた。車置いてっちゃうけどまあいいか。できてる、頼むわ。はい、行くよ。うわ、あれ赤い機体。これはもしかするとチャプターエンドでした。じゃあ今回からチャプター8ってことで、チャプター8ってことでやっていこう。あんまりアラネアの写真がない。んあれ、後ろに後ろに心霊写真ってもしかしてそういう意味か。なんか後ろに 見間違えてなければゲンティアナが写ってるような、そういうことか。よし、チャプター8やっとね、いけるね。帝国軍準将アラネアの協力を得て無事にミスリル鉱石を手に入れた。その後3人はシドニーからミスリルを加工してくれるよう依頼され、彼女の友人でもある技師ホリーがいるレスタルムへと向かっていた。沖縄王子、着いたよ。あ、車も乗せてもらってる。どうやら工場の方で騒ぎが起きてるらしいね。でもうちらは指示がなきゃ介入できない。市民の面倒をあんたたちに頼んだよ。ああ、任せて。じゃあ気をつけて。レスタルムの工場で騒ぎ。数時間後。ノクト、似合ってるよ。似合ってねえよ。防護服は一着しかない。単独で最も戦えるのはお前だ。諦めて頑張ってきてくれ。え、死骸を倒して発電機の暴走を止める。私が行くのか。俺たちは出入り口で待機する。死骸を逃がさないように見張ってるよ。分かった。なんだこの学校。死骸駆除引き受けてくれてありがとう。その間にミスリルの加工はやっとくから。先に一人ハンターが入ってるけど、多分一人でなんとかなる数じゃないから、協力して駆除してよ。はい。あとちょっと嫌なお知らせ。死骸が発電機をいじってるみたいでさ、出力次第じゃ爆発するかも。急いでね。爆発。上がった。あそこにいたのがホリーって人が。あ、こっちはこっちの仕事をしよう。爆発したらやばいわ。あ、誰かいる。おう、援軍か。あれ？あ、まあな。ここのやつらはなかなか手強いぜ。はあ？お前さ、あんたもハンターなら分かってると思うが、油断すんなよ。ついてこい。行くぞ。隠す気ないよね、もう。これグラディオだよね。あ、じゃあ行こうか、ハンターさん。あ、これは防護服いるわ。モンスターいる。嫌がった。一気に叩くぞ。了解。よし、ワン切りじゃなかった。あ、なんか目に悪そうな色。え？爆発する。あんたはどうする？なめんな、楽勝だわ。なら俺も負けてらんねえな。行くぞ。時間内に敵を全滅させる。急ごう、グラディオハンター。いや、あ、まだいる。よいしょ。ゴブリンばっかりだ。こいつがちょっと硬い。オッケー、ゴブリン。これで全部か？片付いたな。なんだよ、頼りになんじゃねえか。元からだろう。また頼むわ。任せろ。じゃ戻るか。よし、出よう。あ、ハンターずいぶん持ってるな、経験値。ほんとお疲れ。ミスリルは加工しといたよ。そっちのハンターさんもありがとね。うん。グラディオ。先に入っていたハンターというのはそういうこった。しばらくぶりだな。待て、傷増えた。箔がついたろ。改めてよろしく頼むぜ。ノクト兄さん、偶然。エリス。お、悪いなダスティ。兄さん戻ってきたんだね。迷惑かけたの謝った。そこで早速働いてもらったわ。そこで？あ、じゃあミスリル用意できたんだ。それなら私がシドさんに持ってくよ。先にカイムに戻って待ってるから、ノクトたちはしっかり準備してから来て。異国の知恵、これでいける。早々に帰ってきたな、グラディオ。なんか傷がいろいろ増えてるけど。で、この人がダスティンか。ノクティス様。こんなに純度が高いのよく見つけたね。さあ、じゃあカイムの灯台で船に乗るの前にちょっと休んでこうか。ホテルに泊まってこう。俺がいない間他に何かあったか。車は広かったな。お前覚えとけよ。どこ行ってたんだその間。あ、もしかして今後配信される DLC でその辺のストーリー増えるのか。あれ確か主人公一行のそれぞれのキャラクターがプレイアブルキャラクターになって遊べるサイドストーリーってあったしな。止めて。いらっしゃい。お泊まりになりますか。今日はここまでだな。泥だらけ。やっと風呂に入れるな。さて、市場に来て飯もいただいてこうっと。いらっしゃい。今日は何にするかい。あ、討伐依頼増えてる。頼まれてくれるかい。お前来た時高くて食えなかったから選んでくれ。これ食おう。しっかり食べて力つけてくれよ。お、来た来た。串焼きスパイシー。パクる。香味焼きになった。気が向いたらまた来てやってくれ。よし、じゃあ早速向かおう。あ、さて、なんか近くにイリスがいるらしいんだけど。いた。ここで買い物したのを覚えてる？ああ、市場の。はい、これどうぞ。なんだ？ノクト、まだまだ戦うでしょ。死んじゃったら嫌だからお守り。モーグリって言うんだけどね、みんなを守ってくれる力があるのだから、どんどん使って。傷んだら直すから。じゃあカイムで待ってるね。バイバイ。でっかいお守り。モーグリぬいぐるみ。あ、身代わりで攻撃を受けてくれる。あ、10個。なんかもう一人誰かいるっぽいんだけど。グラディオだ。アナ、カップヌードルのお店寄らせてくんねえか？え？俺もカップヌードル好きだけどさ、グラディオがハマってんのなんか意外。簡単に作れて気軽に食えて、しかもうまい。初めて食った時は衝撃だったぜ。ああ、普段いいもの食べてるから逆に新鮮だった感じね。ここの町に初めて来た時に買ったけど、実際のところね、その料理を作って食べたら好みがあって、キャラクターごとに。でその好みのキャラクターがその特定の飯を食べたらパラメーターが普段よりも若干アップするんだけど、グラディオはね、カップヌードルが好物なんだよな。やあ、いらっしゃい。持ってるけど追加購入ありがとうございました。またどうぞ。これで OK。よし、そんじゃあ早速灯台に行こう。封鎖解かれてるな。全部解かれたんだ。さあ、ここカイム。イリスの手料理楽しみだな。それは聞き捨てならないな。いや、イグニスのはもちろんだけど、女の子の料理ってのがさ。ほう。さあ到着。岬、なかなか長かったけどようやくオルティシエに。もうルーナもね、待ちくたびれてるな。ん？あっちにいるのはイリスか。ねえねえ、灯台入れて撮ろうよ。俺たち爽やかになれると思うよ。お、ここなら写真撮ってこう。じゃあ爽やかになるか。おう、爽やかになろう。イリスがそこにいる。あ、イリス。あれ、ノクト、どうしたの？ちょっとな。ノクトがお前に渡したいものがあるんだとよ。え？俺？え？ノクトが？何？ああ、これ。はあ、素敵なお花。ノクトが私に。ありがとう。イリス、よかったじゃねえか。まあ、喜んでくれたんならいっか。お守りゲット。実は今のは動画外でキャンプで泊まって朝になった時、早朝にグラディオが妹に花をあげたいって言い出して、一緒に花を摘みに行ったんだけど、ノクトからってことでイリスに渡してほしいって頼まれて、いや妹思いな兄だよね。なんかもう一件あるけど。おかえり。あ、畑作り。ノクト、聞いて、畑が完成したの。ねえ、ノクトも何か育ててみない？育てるって何を？野菜。育ったら食べてもいいし、売ってもいいし。じゃ、どうすればいいんだ？種あげるから、とりあえずやってみよっか。カエムの畑。へえ。ノクティスが苦手な食材なので料理には使えません。おかえり。あ、状況報告もあるんだ。いってらっしゃい。これはまた今度で。写真撮っちゃおう。この辺で撮ろうぜ。いいね。ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。ん、あれ、映り込んでるイリスノクトが隠れてるお、いい感じ。よし、灯台。シドいた。調子は？シャキッとしろよ。はいはい、乗る。え、灯台。船でオリティシエに向かいますか。オッケー。しばらくルシスには戻れません。行ってきます。おっと、アンブラ。この選択肢ってなんかエンディングに関係ありそうだな。すぐ行くから。犬より先に着いちゃいそうだけど。あ、これで下に行くんだ。おお、あ、タルコット。ノクティス様、ちょうど将軍も来てますよ。あ、将軍コル来てる。イリスもいつの間にか。ノクト、もう出発だね。おお、船だ。言いそびれていたことがある。ん？何？すまなかった。陛下を守ることができず、何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。守りようがなかったってな。ね、分かってやってくれ。別に分かってるし。ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし、いくら結果が変わんねえとしてもだ。抱えたもんを話してくれねえってな。辛いもんだ。お供が護衛じゃねえってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。戦法が大いに越したことはない。これをやる。武器だけでなく魔法も使え。お、ボトル追加。あ、なんか本が、本じゃないや。あ、本だった。よし、久々にコール将軍に会った。さあ、これ、船というよりなんかクルーザー。お、すごい。船乗っちゃおう。準備できてんだろ。さっさと乗るな。どうした？必ず帰ってきてください、王様。ああ、わかった。さあ、チャプターエンド。ようやくオルティシエに出航。というわけで、チャプターも、あ、なんかいい写真が多い。主にイリスの。あ、記念撮影したものもある。これも保存。随分といろんな場面撮ってるな、本当に。プロンプト。よし。じゃあ、チャプターが変わったので、次回はオルティシエの力、やっていこう。今回はこんなところで。はい。ご視聴ありがとうございました。